油絵の具が嫌になってきて、この板に水性の絵の具で描いて、こういう風に彫ったりとかして、これのさ、あとはこう、今度輪郭で切り取ったりし始めて、そういう木の材質感とか手応えが気に入ったんですよね。この木の色を生かして、木の色とか絵の具の対比で、提案をする。これを削っていって、こう、木の色を見ましたか。昔のあの、ヨーロッパの絵は板に描いているので、そういうことはできるんですけど、油絵の具ってこう、皮膜でこう乗っかっていくんですよね。あの、基板の、あの、自治体の上にこう、だんだん重なっていくので、日本の、日本画であったり、版画であったりとか、水性のものっていうのは、こう、木に染み込んでいく感じなので、そういうこう、材質と絵の具の一体感みたいなことがいいなって思いながら、水性の絵の具で描いて彫っていくようにして。そういうのが延長線上にこの辺があるので、この、色をつけてとか、彫刻家はあんまりやたらに色をつけるの好まない人が多いんですけど、彫刻らしくない彫刻を作りたいみたいな気持ちがこの頃は強かったので、のみを使わないで原色で切りっぱなしにしたいとか、こういう色をいっぱい。